インテル G のロゴインテル G はインテルが開発中の汎用 GPU 及びディスクリート GPU 製品である。コードネームはアークティックサウンド。製品ブランド名にはインテルアイリス G やインテルアークも用いられる。インテル G には新しい命令セットアーキテクチャが採用されている。このテクノロジーは GLP としてインテルのタイガーレイク世代の製品から利用可能と なっているインテルにとって1998年発表のインテル740以来の単体 GPU である G, LP, G, HPG, G, G HP, GHPC の4つのアーキテクチャがある。インテル G では新しい命令セットアーキテクチャを採用し実質的に全ての命令エンコーディングが変更されている。 サンプラーフィードバック、デュアル級サポート、ディレクテックス12ビューインスタンシングティアに、AV18 ビットおよび10ビット固定機能、ハードウェアデコーディングなどが新しく実装されている。インテル G GPU は以下のマイクロアーキテクチャで構成されている。G,LP,GLP G LP は G アーキテクチャの低消費電力版である。第11世代インテルコアプロセッサーの内蔵グラフィックス。 インテルアイリスグラフィックスやノートパソコン用 GPU、インテルアイリス GMAX のほか、サーバー向け GPU、H3CXG310 に搭載される。G, HP G, G、HPG、GHPG は円数ジアスト向け、またハイパフォーマンスゲーミング向けのバージョンである。グラフィックス性能に特化したマイクロアーキテクチャーでハードウェアアクセラレーションによるレートレーシングをサポートしている。 マイクロアーキテクチャーは GLP をベースに GHP と GHPC を改良したものである。外部ハブを活用して製造される。インテルは GHPGDG2 のコードネームをアルケミストとし、インテルアークグラフィックスのブランド名の下で商品展開することを発表した。アルケミストではディスプレイポート2.0に対応している。G HPGHP HP は G のデータセンター向けハイパフォーマンスバージョンで FP64 パフォーマンスとマルチタイルスケーラビリティに最適化されている GHPCGHPC は G アーキテクチャのハイパフォーマンスコンピューティング向けバージョンポンテベッキオに採用されスーパーコンピュータオーロラ等に搭載される2018年4月にインテルは データセンターと PC ゲーム市場の両方をターゲットとするディスクリート GPU 開発チームを編成し、NVIDIA と AMD 双方と肩を並べつつあると報道された。この報道の裏付けとして、業界では今まで同社のグラフィックス部門に100人以上の欠員があり、そのため2017年後半にモトレディオンテクノロジーズグループの開発リーダーである。 ラジャコドリを引き抜いたとの噂が囁かれていた。開発中の新製品のコードネームはアークティックサウンドとされた。当初、このプロジェクトはデータセンターのビデオストリーミングチップを対象とするとされていたが、後にデスクトップ向け GPU にまで拡大された。2018年6月、インテルは2020年にディスクリート GPU を発売する予定であると、 正式に発表した。2019年9月、アメリカのテクノロジー情報サイトである HOTHARDWARE.com は G グラフィックスでは従来のインテルの GPU の命令セットアーキテクチャが大幅に変更され、事実上すべての命令エンコードが変更されると報じたまた G グラフィックスはタイガーレイク製品と同梱される予定であると報じた。 2019年10月には最初の G ディスクリート GPU である GDG1 がテストを開始した。イギリスのテクノロジー情報サイト agexus.net の2019年後半のレポートによるとディスクリート GPU は2020年半ばに発売される予定。データセンター及び自動運転アプリケーション向けに GPU CPU の組み合わせ製品も期待される。当初、製品は10ナノメートルプロセスで製造され、新しい 3D チップ技術であるインテルファボーローズ、ダイスタッキングパッケージテクノロジーを採用する予定だった。2019年11月17日、インテルは汎用、HPC、AI 向け GPU である、ポンテベッキオを発表した。このチップは、 インテルの 2N 次元パッケージング技術であるエンベデッドマルチ、大インターコネクトブリッジと3次元パッケージング技術で a l p ローズを l ナノを 7nm プロセスで採用するための試作品である。これはアメリカ合衆国アルゴンネ国立研究所で2つのインテル全区プト6つのポンテベッケを GPU で構成される計算濃度を備えた新型スーパーコンピューター。 オーロラで使用される予定。2020年1月 GDG-1 を開発者向けに発表。8月13日、インテルアーキテクチャで2022で GHPC、GHP、GLP に続いて、2021年には GDDR6 とレートレーシングをサポートしたゲーミング PC 向け GHPG のリリースが予定されていると発表した。 11月1日、それまで GDG1 とされてきた GPU を IrisG として IrisG ブランドからノートパソコン向けのディスクリート GPUIrisGMAX グラフィックスを発表。インテルディープリンクテクノロジーによって第11世代インテルコアプロセッサと連携した動作が可能。11月11日にはデータセンター向けとして GLP を採用した。 インテルサーバー GPU を発売した。2021年1月27日には GDG-1 の一つとしてデスクトップ向けのディスクリート GPU を搭載したグラフィックカードを発表。OEM 供給され、Asus など2社から発売される予定。ブランド名は Iris Gmax と同様 Iris G とした。Asus からは DG-14G の名で発売される。 2021年8月17日、インテルは、新ブランド、インテルアークを立ち上げ、インテル GHPG を、ゲーミング向けの高性能 GPU として2022年、第一四半期に発売すると発表した。それまで、DG にとしていた、インテル GHPG のコードネームも、アルケミストに変更されている。第十一世代インテルコアプロセッサー以降、G、 LP マイクロアーキテクチャを採用している。インテルアイリス GMAX2020 年8月、インテルは2020年後半にリリースされる可能性のある GDG1GPU を出荷していると報じられた一方、エンスージアスと市場向けの DG2GPU についてもコメントを発表した。DG1 はノートパソコン向けにはアイリス GMAX や アイリス G グラフィックスとして販売されており、DG1SDV e として開発者向けのグラフィックカードも販売されている。GMAX は2020年11月1日に中華人民共和国で初めて発売されたエントリーレベルの GPU で、タイガーレイクプロセッサに搭載されている統合 GPU に近いが専用メモリを搭載し、 クロック速度が高く、性能が若干向上しており、TDP 要件も異なる。NVIDIA のノートパソコン用、GForce MX シリーズの GPU と競合する。スリムで携帯性に優れた、生産性の高いノートパソコンを対象としており、128ビット幅のメモリバスを備えた 4GB の専用、LPDDR4X-4266。 メモリを搭載し、96個の EU、48個のテクスチャユニット、24個のロップ、ピーククロックは 1650MHz、性能は 2.46FP32 とフロップス、TDP は 25W となっている。これに対し、タイガーレイクプロセッサーの統合 GPU の性能は 2.1FP32 とフロップスである。GMAX は、 統合 GPU を置き換えるのではなく、統合 GPU と並行して動作するように設計されているため、タスクは統合 GPU とディスクリート GPU に分けて処理される。発売当初、ASUS ビボブックフリップ 14TP470、アケルスウィーフト 3X、デルインスパイロン157000のノートパソコン3機種にのみ採用された。 インテル GMAX GPU が搭載できるのはタイガーレイクプロセッサーを採用した機種に限定される。デスクトップパソコン向けの GMAX は低価格帯の機種をターゲットに2021年初頭に OEM 専用としてリリースされる。このようなコンピューターは統合型 GPU よりも優れたグラフィックスを持ちながらもコストを削減でき OEM メーカーが あくまで専用 GPU を搭載していることをアピールできるようになると期待されている。インテルアイリス G グラフィックスデスクトップカードインテルは2021年1月26日 OEM やシステムインテグレーター向けのインテルアイリス G グラフィックスデスクトップカードを正式に発表した。AV1 ビデオデコーディング HDR ビデオサポートディープラーニング推論において 他のグラフィックオプション、特に統合グラフィックスよりも改善されたものとして、メインストリームのデスクトップパソコンやビジネスパソコンを対象とした製品だが、80EU のみとノートパソコン用のものに比べると性能は低い。最初に発売されたカードは、ASUS 製でディスプレイポート1.4、HDMI2.0、デュアルリンク DLDVID 出力を備え、 自動冷却を採用している。なお、使用可能な環境は著しく制限され、第9世代と第10世代のコアプロセッサ B、B460、H410、B365、H310C などのチップセット、専用の BIOS 等の条件を満たした一部のインテル系システムのみに対応。また AMD 系システムでは使用できない。 インテルアークグラフィックスインテルアークはゲーム用に最適化された高性能ディスクリートグラフィックスである。AMD r a d オ o n よび NVIDIA GeForce といった他社製 GPU と競合する製品として開発された。第一世代はもともと DG2 のコードネームで開発され、製品発表とともにアルケミストへの変更が明らかとなった。 このコードネームは主にビデオゲームにおいて連なった物語を意味するストーリーアークに由来する。アルケミストではディスプレイポート2.0をサポートし製造は中華民国の TSMC に外部委託される予定となっている。2022年第1四半期発売予定。第2世代以降の製品のコードネームについても明らかにされており、それぞれバトル明字、 セレスティアル、ドルイドとされている。ポンテベッケオインテルは2019年11月17日、コードネーム、ポンテベッケオと呼ばれる汎用、HPC、AIGPU を正式に発表した。同製品は、GHPC アーキテクチャーと、インテルの、エンベデッドマルチ、大インターコネクトブリッジ、7ナノメートルノードのファボーローズ、大スタッキングパッケージを採用する。 アルゴンル国立研究所のエクサスケール、スーパーコンピューター、オーロラに採用され、計算濃度は2つの次世代、インテル全国と6つのポンテベッケを GPU で構成される。ありがとうございます。